ルテン、リンネの罪消えて、浄土、中庸、のぞこりぬうとう。ナマンダ、ナマンダ、ナマンダ、ナマンダ。皆さん、こんにちは。ようこそお参りくださいました。私は広島県神石郡、神石高原町という、この銀座とは真逆のようなところよりもさせていただきました川上淳氏と申します。どうかよろしくお願いいたします。親鸞聖人は先ほどのお言葉の中で浄土真宗の御利益について浄土中庸のぞこりぬということを、ね、お示しくださっておられます。浄土というのは寿命を尽くすという、中庸というのは寿命半ばで命を終えていくことを言います。しかしこの考えは人それぞれじゃないでしょうか。80歳で寿命を尽くしたわと思う人もいれば、いやいや80はまだまだ寿命半ばだと思う人もいると思います。つまりは寿命の長いとか短いというのは私たちが作り出した価値観であり、その価値観に縛られ苦しみの中を生きておるのが私たちじゃないでしょうか。その価値観が覗かれていく、その価値観から解放されていくことを親鸞聖人は浄土中庸のぞこりぬとおっしゃられているんです。そのところをですね、アメリカのですねタイという映画をもとに少しお話をさせていただきます。設定はですね、近未来です。人々は遺伝子操作によって不老不死の体を手に入れることができました。人々の成長は25歳で止まるんです。嬉しいことにですね、それ以降全く老化していくことはない。しかし完全なる不老不死であるかというとそうではなく、25歳になった時点で余命は1年しか与えられないんです。そのため人々は一生懸命働いてお金の代わりに寿命、時間を稼ぐんです。つまりお金という通貨は全くなくなり、寿命、時間が通貨になっている時代であります。人々は一生懸命働けば、左腕に埋め込まれているデジタル時計に時間を追加していくことができる。そして何か物を買うときには全て寿命から支払いをしなければならないんです。そしてその世界は半永久的な寿命を持つ浮遊ゾーン、常に寿命が一日を切る生活を強いられているスラムゾーンに分かれて人々は生活をしています。その2つの世界は高い壁で仕切られ、高額な通行料を支払わない限りお互い行き来することは許されていないんです。主人公はですね、実年齢27歳のウィルという青年なんです。ウィルはスラムゾーンで貧しい生活を強いられているんです。ある時、ウィルは行きつけのバーにお酒を飲みに行くんです。すると、そこで浮遊ゾーンからやってきた寿命100年を持つお金持ちヘンリーに出会うんですね。ヘンリーは自分のこの時間が刻まれた時計を見せびらかし、お酒をおごって大盤振る舞いしているんですね。するとそこに時間を奪うギャングがやってきて、ヘンリーの時間を奪おうとするんです。ビルは困っている人がいると助けずにはおれん、そういう生活なんです。とっさの思いでヘンリーを助け、
廃墟ビルの一室に逃げ込むんですね。そしてビルは、ね、怒るんです。お前どういうつもりか、スラムゾーンでそんなことをしておったらすぐに殺されてしまうぞって怒るんですね。するとそれに対してヘンリーはですね、このように言うんです。いやいや、自分はもう長く生きすぎたんだ。体は若いが心はどんどんすり減っていく、苦しいんだ、早く死にたいんだ、死ぬべきなんだって言うんですね。そしてヘンリーはその世界を支配している理不尽なシステムについてウィルに教えるんです。この世界は一部の富裕層のためにできている。全ての人が長生きをしてしまうと、もちろんこの世界はパンクをしてしまう。そのため富裕層はスラムゾーンの物価や税金を時々上昇させ、多くの時間を使わせ、多くの死者を出させ、そのように人口をコントロールしているんだ。庶民にはその日暮らしをさせて、富裕層は100万年もの寿命を得ることができる。理不尽なシステムによって出来上がっているんだということを教えるんですね。ウィルはですね、今までそんなことを聞いたことがなく大変驚くんです。そして2人はその部屋でお酒を飲み眠りにつきます。すると朝方、ヘンリーはですね、早くに目を覚まし、あろうことか自分が持っている100年の寿命を全てウィルに与え、死んでいくんです。ウィルはですね、朝起きると驚くんですね。1日しかなかった寿命が100年増えているんです。このもらった時間をですね、無駄にしてはならない、そういう思いで富裕ゾーンに向かうんです。向かう目的はただ一つであります。この理不尽なシステムを壊す、崩壊させるためであります。富裕ゾーンにやってきたウィルは、今まで見たことのない裕福な景色を見るんです。でその富裕ゾーンでカジノに行くんですね。でそのカジノである大富豪と知り合い、その大富豪から明日パーティーがあるから遊びに来いと誘われるんです。そして次の日、ウィルはそのパーティー会場に行きます。たくさんの大富豪がね、集まっているパーティーなんです。そのパーティー会場でウィルは大富豪の娘シルビアと知り合うんです。シルビアといろんな話をし、ダンスをしていく中でお互い心惹かれ合い、恋に落ちていくんです。しかしそれも束の間でありました。そのパーティー会場にたくさんの警察がいきなり入ってくるんです。というのもスラムゾーンで富裕ゾーンからやってきたお金持ちヘンリーが不思議な死を遂げていることが分かる。しかも100年の寿命が消えている。これは誰かに盗まれたんだということになる。防犯カメラの映像からウィルが浮上し、ウィルに容疑がかけられる。警察はウィルが持っているほとんどの時間を没収し、警察署へ連行しようとするんです。しかしウィルはですね、まあ、強いんですね。周りにいる警察官を次々に薙ぎ倒し、恋に落ちておったシルビアを人質に車に乗せ逃走を図るんです。そしてスラムゾーンに、ね、逃げ込むんです。スラムゾーンに入ったウィルはすぐにシルビアのお父さんに電話するんです。身の代金の要求であります。娘を返してほしければ1000年の寿命を振り込めって言うんですね。しかもその1000年、ウィル自身がもらうんじゃなくて、スラムゾーンの貧しい人々に分け与えなさいって言うんです。しかしあろうことか、シルビアのお父さんは娘の命よりも自分の寿命が1000年減ることを惜しんだんです。
すると、シルビアはお父さんに対してひどく幻滅をするわけなんです。そして、冬ゾーンに帰ることをやめて、自分を人質に取っている犯人であるウィルと共に警察から逃げ続けることに決めるんです。で、その逃走の中で、ね、シルビアはウィルに聞くんです。あなた、たくさんの時間があったらどんなことに使うって聞くんです。するとウィルはね、まあかっこいいことを言うんですね。すべて貧しい人々に分け与え、自分は一日あったら生きていける。すべての人が十分な寿命を全うすることができず、この世を終えていくのを見るのが辛いんだって言うんですね。シルビアはね、その言葉にとても感動するんです。冬ゾーンにはね、そんな人がいないわけなんですね。おらんわけになります。そしてシルビアは新たな決意をするんです。このウィルと共に、この理不尽なシステムを崩壊させていくことに決めるんです。そしてそのためにシルビアはですね、一つの提案をするんです。実は私のお父さんがたくさんの銀行を経営しているんです。その銀行の金庫には時間が入ったカプセルがたくさん眠っている。それを奪って人々に分け与えていき、このシステムを崩壊させていこうって言うんですね。そして二人はそのことを実行に移すんです。まあ、ずぶんの素人なんですけれども、次々にですね、銀行強盗を成功させ、時間を奪い、人々に分け与えていくんです。まあ、しかしそんなことをしておったら、警察がどん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 追いかけてくるんですね。そして二人に懸賞金がかけられ、ギャングも襲いかかってくるんです。しかしビルとシルビアはそのギャングをも抱き倒し、人々に時間を与え続けていくんです。しかしそれと同時に富裕層はですね、まあ、そんなことをしてもらうとシステムが崩壊されてしまいますから困るわけであります。スラムゾーンの物価や税金をどん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 上昇させていくんです。するとウィルはね、嘆くんですね。物価や税金が上がるんであればこんなことをしても意味がない、うろたえるんです。するとですね、シルビアはさらなる提案をするんですね。実は私のお父さんの会社の本社には100万年のカプセルが眠ってるの、それを奪おうって言うんですね。そして二人は、まあ、いとも簡単にですね、その本社に忍び込み、お父さんを人質に取り、金庫のとこまで連れて行き、100万年のカプセルを奪い、それを持って車に乗ってスラムゾーンに向かうわけなんですね。でその間もたくさんの警察がね、パトカーが何十台と追いかけてくるんですけれども、その追跡からもうまく逃れ、スラムゾーンにある福祉施設に100万年のカプセルを渡すんです。するとそこからたくさんの人々に100万年のカプセルが平等に分配されていき、人々は一日を切る生活からこう解放されていったんですね。そして人々は大いに喜ぶわけなんです。そしてビルとシルビアはですね、まあ、それだけではシステムを崩壊させることはできませんから、さらなる銀行を襲撃し、時間を配り続ける、まあ、そういうシーンで終わっていく映画でありました。でとてもね、この映画というのはですね、もうハラハラドキドキする映画なんです。というのもウィルとシルビア自身もどんどん自分の寿命が減っていくわけであります。そのような中、人々に時間を配り続けるんです。まあ、ですから私の思いとしてはね、ウィル頑張れ、シルビア頑張れという、まあ、応援しながらね、この映画を見ておったわけであります。しかしこの映画を見終わった後に、私の、ね、中にね、一つの疑問が起こった。それ何かというと、果たして人々は何百年もの寿命を得ることができて本当に幸せになったんだろうかなと思ったんですね。これが本当のハッピーエンドなのかという疑問が起こったんですね。そこで
まあ、この、ね、映画を作った方にはちょっと申し訳ないんですけれども、私なりのハッピーエンド続編というものをね、ちょっと皆様にお届けしたいなって思うんです。まあ、そのように人々はですね、何百年もの寿命を得ることができて、最初は喜んでおりました。まあ、しかしね、それもほんのわずかだったと思います。人々は数百年の寿命じゃ満足せんようになるんです。さらには一千年、さらには一年、一万年、寿命に対する欲はどん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 膨らんでいき、寿命を奪い合う争いの絶えない社会になってしまったんです。そしてあれほど仲良かったビルとシルビアさえも、ね、寿命を持ったことによって相手の寿命を妬み、だんだん仲が、ね、悪くなっていくんです。そして人々はたくさんの寿命を得たことによって、寿命が長いですから、全ての物事を今やる必要がなくなったんですね。今やるべきことを明日やるようになり、明日やるべきことを明後日やるようになり、人々の生活はどんどん堕落していった。それとともに経済も疲弊していったんですね。するとウィルの頭に100年の寿命を与えてくれたヘンリーの言葉がよぎるんですね。ヘンリーは最初何て言ったかというと、自分はもう長く生きすぎた、体は若いが心はどんどんすり減っていく、苦しいんだ、早く死にたい、死ぬべきなんだと言ったんですね。その言葉が頭をよぎるんです。その時はね、ウィル何も思わなかったけれども、何百年という寿命を得た今のウィルだからこそ、とてもね、響く言葉だったんですね。つまりは、長く生きたとしても結局のところは苦しみであるというヘンリーからのね、メッセージだったんですね。短い寿命であったとしても、何百年という寿命であったとしても、寿命を最大の価値とし、寿命という枠に縛られて生きている限りは根本的な苦しみから解放されていかない、そのことにね、ウィルは、ね、気づくんですね。そしてウィルはですね、一つの道を選択するんです。寿命という枠に執着をし、寿命を最大の価値として生きるのではなくて、老病死の苦しみをありのままに受け入れて、今を生きていく道を選択するんです。そしてそのために、ね、ウィルはなんとね、科学者になるんですね。科学者となって、遺伝子操作によって作られたこの体を本来の体に戻していくんですね。そしてそれを見事に成功させ、人々からこの時計を外していくんです。すると人々はね、喜ぶんです。もうこの時計を見る必要がない、時計を気にする必要がない、その生活に喜ぶわけなんです。しかしこの喜びもほんのわずかで、当然のごとく老病死の苦しみが襲いかかっている。人々は今まで経験したことがない老いや病に対する苦しみを感じ始める。そして何よりもですね、いつやってくるかわからない死への恐怖に怯え始めたんですね。しかしその苦しみはとてつもない苦しみではあったけれども、その苦しみを通して人々はある一つのことに気がついた。それは何かというと、今生きていることが当たり前ではないということ、むしろ死んでいくことが当たり前であり、死んでいくことが当然である、もっと言えば今生きていること自体が大変驚くべきことなんだ、そのことにね、人々は気づき始めるんですね。つまりは老い、病、死というものを通して今生きていることに人々は驚きを感じ、喜びを感じるようになったんですね。すると人々は寿命という枠のみに執着をして生きていくのではなく、寿命を最大の価値として生きていくのではなくて、老病死の苦しみをありのままに受け入れて、今生きていることに喜びを感じ、今を大切に生きていくことの方が究極の幸せなんだ、そのことにね、人々は気づき始めるんですね。短い寿命も長い寿命も両方経験したからこそたどり着くことのできた人々の答えであったんです。そして
ウィルとシルビアはですね、やがて年を取っていくんです。そしてウィルはついに病に侵され死を迎えます。死ぬ前にね、ウィルはシルビアに言うんです。まだまだ生きたい、死にたくない、君と別れたくない、しかし最高の人生じゃったよって言うんですね。これが私が考えるね、ハッピーエンドなんです。寿命という枠に執着をするんではなく、寿命を最大の価値として生きるのではなく、老病死の苦しみをありのままに受け入れて、今生きていることに喜びを感じ、今を生きていくということ、これが究極の幸せではないでしょうか。だからこそウィルはね、最高の人生じゃったよって終わっていくことができたのではないかと思います。私たちも寿命を最大の価値とし、寿命に執着をし生きております。長生きが幸せ、短い命は不幸という価値観に縛られ、苦しみの中を生きています。まさに映画の中の人々と同じように、寿命という時計を身につけて、常にこの時計を気にしながら生きているのが私たちではないでしょうか。その私に阿弥陀様はですね、寿命という時計を外してくださるんです。それはどういうことかというと、たった今のこの私を、寿命という枠を超えた阿弥陀仏の限りのない命の世界に収め取ってくださるんです。限りのない命の世界にたった今この私を収め取ることによって、寿命という時計をね、外してくださるんです。ちょっと最後にですね、皆さんでね、お念仏を唱えてみたいなと思うんです。よろしいでしょうか。ナマンダ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 。はい、ありがとうございます。唱えたのはね、一瞬ではありますけれども、これはどういうことかというと、阿弥陀仏の限りのない命が今この私に届いておる証拠なんです。と同時に、阿弥陀仏の限りのない命の世界に収め取られ、その命をたった今生かさせてもらっておる証拠なんです。そこに私たちが考える生まれたら死ぬという寿命という枠は存在しないんです。寿命という切れ目も存在しないんです。何万ダブ何万ダブと一瞬一瞬を限りのない命を生かさせていただき、何万ダブ何万ダブと限りのない命の世界へ帰っていく、ちゃんと終わっていくことのできる世界にもうすでに収め取られておるという、その証拠が私の口から出てくる何万ダブツ何万ダブツのお念仏であります。だからこそですね、老病死というのは苦しみではあるけれども、苦しみは苦しみのままに、生阿弥陀仏の中でありのままを受け入れて生きていくことができるんです。そしてその命が今終えたとしても、20年後に終えたとしても、40年後に終えたとしても、もちろんこの世に対する執着、名残惜しい思いは消えることはないけれど、その命の長さに関係なく、生阿弥陀仏を生きた、生阿弥陀仏の世界へ帰っていく尊い人生じゃったと終わっていくことができる、これが寿命という価値からの解放、情報中を覗くりぬというお言葉の中身であります。私たちは必ずね、老いて病になって死んでいかなければなりません。何か不幸というものをね、完成させて終わっていくように思うわけでありますけれども、浄土真宗は不幸を完成させて終わっていく人生ではないんです。何万ダブ何万ダブと今を、何万ダブ何万ダブの限りのない命の世界へ帰っていく、生阿弥陀仏に出会えた、南無阿弥陀仏を生きた尊い人生じゃったと終わっていく、これが浄土真宗であります。そのところをね、お話しさせていただきまして、私の時間とさせていただきます。南無阿弥陀仏。